JA 地図に抱かれたい。はい、皆様どうもこんばんは、JA 地図に抱かれたいパーソナリティの社会保険労務士、そして自称シンガーソングライターのダークロこと黒田秀夫でございます。6月に入ったということで、そろそろですね梅雨の時期に差し掛かるわけですけども、まあほら梅雨っていうのも嫌だし、こうねよく言うのは6月は祝日がないんですよね。本当にあの普通に、まあ 週休2日の方は土日だけが休むっていうのが続くんで、こうゴールデンウィークの連休から夏休みに向けてのこの一番なかなか大変な乗り切るところかと思うんですけども、まああのちょっと真面目なこと言うとね、社会保険労務士としてはですね、ここで皆さん有給をぜひ使ってくださいよっていうふうに思うんですけど、なかなか使えねえんだよっていう人もねきっといるとは思うんですが、ぜひここでですね、消えるぐらいだったら有給を使うというのをですねお勧めいたします。なんで急にこんな真面目なこと言ったかというとですね、実は先週この時間、同じ時間ですね、夜9時から、社会保険労務士としてラジオに出てたんですよ。あの葛飾 FM もねずっとかけていただいている方はもしかしたらおなんだなんだって聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですが、須田美希さんっていう、4週目にやってるキミラスのねパーソナリティ須田美希さんと、あと戸田剛さんっていう、先週あの私と一緒に喋りませんかにゲストで出てましたけど、私と3人ともシャロシなんですけどね、がラジオ出たんですけど、5週目だったんですよ。5月31日第1から第4まではパーソナリティ決まってるんですけど、第5っていうのは空いちゃってましたね。で大手なんかやれたりするんですかって言ったら、やれますよって話になった。あじゃあやりたいやりたいやりたいって、須田さんがやりたいやりたいやりたい、戸田さんがやりたいやりたい、じゃあみんなでってことで、ダチョウ倶楽部みたいにどうぞどうぞとはならないんですよね。出たがりの3人がですね先週1時間トークいたしました、須田、戸田、黒田のクロストークという番組をやってましてですね、それで社会保険労務士を世の中に広めようというか、まだね知らない方が、特に労働者側の会社経営してる人は知ってるんですけど、普通に働いてる方はご存じない方が多いんで、まずは知ってもらいたいということと、あとはこの先ねメディアに出たい、そのメディアに出たいのもただテレビ出たいっていうんじゃなくて、その社労士をもっと知ってもらうためにテレビに出てくるのが必要なんじゃないかっていうのもあって、3人でですねやったわけですよ。まさにクロストークでしたね。一応、回し役というか進行役は須田美希さんに、お願いしてたんですけども、3人が好き勝手に喋ってですね、僕は歌いましたし、いろいろ昔の話なんかもしながらですね、やりましたんで、これYouTube にも載っております。で YouTube の方はもう編集してない状態で、無修正で、モザイクなしで載ってますので、モザイク除去機は買わなくて結構ですので、ぜひですね見ていただければと思います。はい、話はこの JA 地図に抱かれたいに戻りまして、この番組は1980年代の日本の音楽を J80s と名付けて、シンガーソングライターでもある私ダークロが、80年代の楽曲をどんどん紹介していく60分ということです。1時間よろしくお願いいたします。この番組は有限会社秋企画がお送りします。J80s ピックアップアーティストファイルナンバー3、チェッカーズといえば、はい、毎回一組のアーティストにスポットを当ててお送りする J80s ピックアップ、今月はチェッカーズです。ということでチェッカーズといえばのこの一曲、ジュリアにハートブレイク。
今月の JATs ピックアップはチェッカーズをお送りしております。チェッカーズといえばのこの一曲ということで、ジュリアにハートブレイクを聴いていただきました。ジュリアと叫んでいましたが、皆様に届きましたでしょうか。まあ、声は出してないんですけどね。はい、ですね、チェッカーズはこれ今ね、あの映像に映ってますけど、このプレートはまず1982年から92年というのは、まあ、これ活動期間、実際デビューは83年なんですけど、まあ、だからこの10年間弱しか活動してないんですね。でこれは解散の時にベスト版、3枚組のベスト版が出て、それを買った時に確かついてきたんで、だからライブのグッズとかではなくて本当になんかおまけでもらったやつです。でこのレコード版の方が、絶対チェッカーズっていうのはファーストアルバムですね。で野菜なんですけどね、顔がラジオの方後で YouTube 見ていただきたいんですけど、これ裏側にするとですね、顔が映ってるんですけど、まあいろいろまたこれも事情がありまして野菜側を映しております。まあ、7人メンバーですね、いましたが、こんなのも僕はすごい聴きましたね、このレコードは本当に、まあデビュー曲の、ギザギザハートの子守歌と、あと涙のリクエストがこれに入ってました。でまあ今日チェッカーズやるっていうことでですね、まあさりげなくチェックの服を着てきているわけですけども、気づいていただいた方がいたかどうか自分で言ってりゃ世話ないんですけども83年のデビューですね。でチェッカーズのギザギザハートの子守歌ったデビュー曲は最初、デビューのその日だったと思うんですけど、レッツゴーヤングっていう NHK の番組があって、それに出たんですよチェッカーズで。僕はそのレッツゴーヤングずっと見てたんですごく覚えてるんですけど、なんとですねギザギザハート歌わなかったんですよデビュー曲なので。カップリングというか、まあ、当時レコードの B 面の恋のレッツダンスでそっちを歌ったんですよね。でまあ後々になってなんかいろいろ本とかで書いてるのを読んだら、結局ねこのギザギザハートってちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよ、でもメンバーは演歌じゃんと思ったらしいんですよね。演歌みたいって。でもまあレコード会社の意向なのかなんか、こっちが A 面になって、で B 面の方が、まあ、自分たちのオリジナルで、まあ、いわゆるみんなが知ってるチェッカーズのイメージの曲だったんで、そっちを演奏したっていうのがありまして、すごくそれ僕覚えてますね。ワンツーレッツダンス踊ろうよみたいな感じの曲です。それをねやってましたね。でブレイクはもう皆さん言わずと知れたこの曲です。涙のリクエスト最後のリクエスト、まあ、これがヒットしたことで、ギザギザハートも引っ張られてチャート上がってきて、その間に次に出たのがですね、男と女はすれ違い初めて本気で愛したのに、うわ悲しくてジェラシーね。でその次がこの辺怒涛のこれ3ヶ月おきに出てますからね。胸に頬うずめ泣いていたねあの日、星空からささやくひとクライクライクライン帰らない、星屑のステージ。でその次が先ほどかけたジュリアにハートブレイクということで、まあ本当に一気にこの5曲で、まあ、僕は勝手に神5と呼んでますけども、ザーッと一気にいって、まあ、ジュリアにハートブレイクがまあ最大のヒットになったわけです。でまあその頃はいわゆる、職業作家の方々に、まあ、曲を作ってもらっていて、自分たちのオリジナルはアルバムの中でやってたんですけど、1986年の「7」っていう曲から自分たちのオリジナルで全部やっていくというふうになります。でなったんですけど、その「7」っていう曲が放送禁止になります、いきなりまあ放送禁止してても NHK では歌えないっていうふうになっちゃったんですけど、それがね歌の「7」はですね、「7」の「
やろうぜならって曲だったんですよ。まあもう僕と同世代の方は当然知ってますけど、でこのやろうぜならって何事だと、そんなハレンチな歌詞は許しませんっていう NHK のお偉方が言ったか言わないか分かんないですけど、それがまあ放送禁止になりまして、で後々ね、何年か前にフミヤさんのラジオを聞いてたら、この曲のこのことを喋ってて、この過去脱ぎ捨ててやろうぜなあな、過去を脱ぎ捨ててやろうぜなあなっていう意味で書いたんだけど、やろうぜなあなのところだけが切り離されて、取られちゃったんで、なんか卑猥だとなってしまったそうです。まあ、そんなのもありつつ、この曲から自分たちでオリジナルになって、その次に出た曲をですねかけたいと思うんですが、まあ僕は当時この歌大好きでした。その後もねカバーされてて、有名なのはあのガレッジセールと、ソフィアのボーカル松岡さんがガフィアっていうのを作ってこの曲をシングルで出してましたけども、まあ、先月あのサザンの時にもですねライブのレア音源をかけて、好評でしたので、今回はちょっとライブ音源から持ってきましたということで、曲はですね I love you さよなら、タイトルもねセンスもいいと思うんですけど、これは、1992年の、解散ライブラストライブの音源から聴いてください。チェッカーズで I love you さよなら。はい、お送りしているのは I love you さよなら、解散ライブの音源ですけども、なんかやっぱちょっとね歌い方が、これはだから1992年なんですよね。で実際のリリースは1987年、まあみんながよく聞いたですね、あの感じは87年のリリース、5年しか経ってないんですけど、なんかもう歌い方が大人っていうか、あの勢い、まあ、もちろん勢いがあるからいいかっていうとあれなんですけどね、こう若さあふれる元気にシャウトしてた感じから、ちょっとメローな憂いを秘めた声になってってるっていうのかな、本当に5年で全然変わってる。だからなんかねそういうとこ見ると、この期間がね10年しかないっていうのもあれなんですけど、ちょっとビートルズに似てるっていうか、最初の頃はまあ作家の曲、ビートルズはファーストアルバムはね半分カバーですから、でオリジナルもその中であのやってたんですけど、後半になって全部自分たちで作るようになって、でどんどんそのメンバーのキャラが出てきて、でそれが結果ぶつかってって解散になってってしまうっていう、
でもそれってビートルズもそうです、チェッカーズも要は20代を10年間ほぼ駆け抜けた感じなので、人間としても大人になる時期じゃないですか。だからその25と30じゃやっぱ全然違いますからね。この解散の頃は30歳近かったと思うんですけど、歌い方がだいぶ変わってるなという感じがします。さてでその後ですね、まあオリジナルでどんどん勝負をしていくんですが、まあいわゆるビッグヒットっていうのはなかなかもう出なくなって、どん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 、こうちょっとスケールダウンしていってしまうというかですね、いう感じになっていきます。でただね、僕一曲これはもう90年代に入ってからなんですけど、ミセスマーメイドっていう曲があって、これがねすごい好きなんですけど、約束僕の街で降り出した雨がってやつで、サビは恋しくて切なくて君に会いに来たよ。これね、最初聞いた時になんか変わった曲だなと思ったんですけど、このサビが恋しく、うんうん恋しくて、うんうん切なく、要は2拍サビに入っていきなり休みの音が入るわけですよ。で大抵さっき今までのヒット曲っていうのはもうサビっていうのは頭からドンって入るものなんですけど、この恋しく、まあおしゃれだなと思ったし、すごく不思議な感じっていうか、これでいい曲に持っていくっていうのがすごいなっていうふうに思いましたね。はい、で、まあ、ここにあるようにですね、1992年でチェッカーズは活動を終えてしまいます。約10年ですね。で、最後にねもう一曲かけたいんですけど、これはまあ、さっきちょっと話しました先週のクロストークっていう番組でですね、サビだけ僕が歌ったところですね、えらい盛り上がりまして、ああやっぱこの時代の曲チェッカーズインパクトあったんだなっていうところで、ね、まあトータルで、まあ、フルでここでかかってないんでですね、今日はフルで聴いてもらえればなと思います。これはね1988年の曲ですね、皆さんのおかげですを思い出してください。チェッカーズでワンナイトジゴロ。
はい、というわけで今月の J80s ピックアップはチェッカーズをお送りしました。お送りしたのはワンナイトジゴロでした。J80s に抱かれたい。今月の宮古島。はい、このコーナーでは将来移住したいぐらい宮古島が大好きな私ダークロがおすすめのスポットをインスタグラムの写真とともにご紹介していきますということで、ここはまあちょっと音楽はお休みしていただいてですね、南国の空気をお伝えできればと思いますが、今日はここでちょっと一通メールを読みたいと思います。杉並区のみやぞんさん、あのみやぞんさんじゃないですよね24時間走るね、あの宮古島出身って書いてますか、あの違います、あのみやぞんさんは多分東京足立区かとかの人ですもんね、ありがとうございます。同じ宮古出身の友人からギター持って宮古島の話をしてるやつがいると LINE が来ました。やつってでこんなにがっつり宮古を語ってくれるラジオはあまりないから今後も頼みますとだけ書いてありますありがとうございます。 LINE が来てきっと YouTube を見てくれたんでしょうね。なんでしょう、やっぱ宮古テレビとかでね時々特集はされてますけど、ラジオでこんなあのワンコーナー作ってですね紹介してるところはなかなかないと思いますので、勝手に観光大使、親善大使としてですね、これからも続けていきたいと思いますので、みやぞんさんありがとうございました。さて、ですね、インスタグラムに毎回あの宮古島の写真を収録中に上げまして、ラジオ聞いてる時にはもうすでに写真が上がっていると。で、聞いててくださった方はいいねをしてねということで、これまで2回やってきましたけれども、未だに収録中にいいねはございませんあのちゃんとねインスタあのフォローしてくれてる人のいいねはついてるんですよ、もちろんそれはありがとうございます。ただそのラジオ聞いてポッっていうのはね、来るまであの頑張ってやりたいと思います。さて今日の写真はですねこちらでございます。はい、これはですね休憩所なんですけど、タコの形をしているんですよね。はい、でこれはあの栗間島っていう島が宮古島の隣にありまして、橋でつながっててすぐ行けるんですけど、そこを橋を渡ってすぐですね、左側になんか遊歩道の入り口なんだろうなっていうところがあったんで、この先どうなってんだろうと思って、入っていってですね、だからもううっそうとしてまして、もう木が倒れててですね、これは行っていいんだろうかっていうところをまあずいずい進んで、一応その下は遊歩道だったっぽく、なんていうのコンクリみたいなのが敷いてあるんで、行ったらですね一番奥にこれがありまして、多分休憩場なんですけど、なかなかあのインパクトのあるあれですよね。でタコの足が1本上がってまして、そこでお休みくださいということなんだと思うんですが、こんなにちゃんとしたものがあるのになぜそこに行くまでの遊歩道を片付けないのかっていうところもいろいろ考えながら、ここでちょっとぼーっとしてたりしたわけですけども、今日はですねこの写真をインスタに上げたいと思います。で、いつも一言つけてるわけですけども、今日はですねオクトパスガーデン、まさにオクトパスなガーデンでしょ。音楽好きの方はわかると思いますが、あのビートルズの曲のタイトルですよね、オクトパスガーデン。リンゴスターがボーカルを取ってる数少ない曲ですけど、 I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade、 もうあの、ね、雰囲気そのままオクトパスガーデンということで、これをですね今放送中に Facebook じゃねえや Instagram にあげます。はい、来ました。皆さんが今ラジオを聴いている時にはこの写真が上がっておりますので、ぜひインスタグラムでダークロと検索していただいて、あはちっちゃいあですね、探してみていただければと思います。
さて、ですね、宮古島の、まあ、グループホームの紹介をですね毎回してるんですが、ユース65という、これが前回、ね、写真をお見せしました。こんな感じですね、はい、で4月にオープンして、まあ、何人か入居している方もいるんですが、引き続きですね入居者募集中でございます。でグループホームっていうとなんか年齢が、ね、高い人じゃないと入れないのかっていうような感じイメージになっちゃうんですけど、実際には何歳でも大丈夫です。ただその介護とかも対応してますよっていうことでグループホームって言ってますんで、実際今ね移住したいっていう人がかなり増えてて、なんかアパートとかマンションって空きがないんですって、うん、なんで、ぜひもし移住を考えている方はですね、こちらユース65の方にお問い合わせをしていただければと思います。そして、まあ、このお祝いの時にもその、まあ、お酒を飲んだり、ね、するわけですけど、宮古島の、まあ、お酒を飲む時の風習がありましてね、お通り、カタカナでお通りっていうのがあるんですけど、まあ、沖縄好きの方だったら聞いたことあるかもしれないんですが、いわゆるね回し飲みなんですよ。一杯のグラスで、みんなでその泡盛の、水割りを飲むっていうんで、今日はねそのグラスを持ってきたんですけど、こんなちょっとね透明で反対側が映っちゃうんであれなんですけど、こう線がついてましてね、でまあ山笠っていうのは1杯とか、積みっていうのはちょうどいいとかになるんですけど、このまあこのグラスって決まってるわけじゃないんですけど、これはそのお通り用に作ったグラスで、要は1個のグラスにこれをついで、まあ円座になってですね、円でみんな座ってこのお酒を回していくと、で、まあ要は均等にみんなでお酒を飲めるようにっていうのが元々の始まりらしいんですけどね。でそのお通りは通常宮古島に行かないとなかなか経験できないんですけど、これがですね八王子で、いつも言ってる八王子の数というところでですね、6月の16日土曜日、このお通り会というのがあります。で、まあ要は八王子で、その宮古島のお通りをみんなでやりましょうということで、男性が5000円、女性が3000円ということで、事前予約が必要だそうなんですけども、今募集をしてますので、ぜひ気になる方はですね、前回やった時の様子がこんな感じだそうです。もう本当になんか家飲みみたいな感じに見えるかもしれないですけど、これお店の中ですね。ではテーブルを取っ払ってみんなで円形になって座って、飲みましょうということで、こんな感じのことですね。6月16日土曜日、八王子の、沖縄料理カズ、平和の和ですね、カズというところでやりますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。というわけで今月の宮古島のコーナーでした。JA ディズニー抱かれたい、ダークロ生ライブ、ちょっとバタバタしてますね大丈夫ですよ、はい。今日の生ライブはですね、まあ、いつもJATs ピックアップで取り上げたアーティストの曲をやっておりますが、今日はチェッカーズですね。せっかくチェックの服も着てきましたんでやりたいと思いますが、まあ何をやろうかなと思ったんですけど、なんていうのかな、そのチェッカーズがアーティストになってからのね、いい曲、好きな曲もいっぱいあるんですけど、まあ初期の曲をやろうかなということで、このこれなかなか生歌でやらないと思いますよ。あのことスキャンダル、これをやりたいと思います。よいしょ。でこの曲ね、知ってる人はあれだと思うんですけど、プールサイドでウォウォウォってとこでこうパッパッパンパッパンパンって、オリジナルの手拍子が入ってますんで、やれる方はぜひ一緒にやっていただいてお願いいたします。それではいきますよ、今月の生歌はあのことスキャンダル。あのことスキャンダル、スキャンダル、いくら好きでもお前はあいつの捨て身だ。プールサイドでウォウォウォ、口づけの
と泣いてたね背中抱きしめ涙で滲んだハーバーライン愛さずにいられないたとえ禁じられても諦めができればお前苦しめないで悪いスキャンダル俺たちそっとしておいてくれよ Cry 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 あのことスキャンダル容疑者の窓に指で書いたね I love you できることならこのまま二人で Run away あいつのとこへ帰るとお前泣きながら手遅れなのと寂しく言ったね Midnight Station ガラス開けたよあのことスキャンダルスキャンダル。はい、手拍子やっていただきましたか皆さん。パパンパンとね、あのことスキャンダルどうですか、アコギ一本でやる感じは一曲歌い切ると本当に息が切る、あの前回の反省を生かしてですね、曲のままエンディングに行くと大変なのでちょっと、インターバル置きますが、ですね、これは1985年の曲ですね。さっきお話をした、ジュリアにハートブレイクまでの、神5の次、ジュリアにハートブレイクの次に出た曲で、チェッカーズインタンタンタヌキっていう映画があったんですよ。今懐かしいと思ってる人いるでしょう。チェッカーズが実はタヌキだったっていう設定の映画がありまして、それの主題歌だったんですよね。だから最後にこの曲を歌うっていうので、やっぱインパクトありますよね。このサックスが入って、こう手拍子が入って、みんなでもライブで盛り上がるのはすごいよく見える感じですね。そう、あとね、もう一曲、そうそうそう、そうなのよ、オリジナルの曲をね前半に作ってたんですけど、そうこれがね、さっきのね J80s ピックアップの中でやれればやろうと思ったんですけど、僕がチェッカーズで一番好きな曲がですね、
ロングロードっていう曲があるんですよ。4枚目のアルバムフラワーに入ってた、フミヤさん作詞、直之さん作曲の曲ですね。ロングロード This long road 何も知らずに僕は遠回り遠回り繰り返したけれど、解散するときにラストライブでもやりましたし、あとはあのミュージックフェアの、最後の、チェッカーズの出演会の時にもやってましたね。で、名曲だと思います。こういうこの曲があって、先に行くとサル岩石の白い雲のようにとかですねにつながっていくということでございます、というわけで、今日の生歌はあの子とスキャンダルプラスロングロードをお送りいたしました。JATsに抱かれたい。はい、というわけで1時間にわたってお送りしてまいりました JATsに抱かれたい、いかがでしたでしょうか。まあ今日はチェッカーズをお送りいたしましたが、懐かしいなっていう方もいらっしゃったと思います。まあ私はですね、本職は社会保険労務士というのをやっておりまして、このココロコ JP ですね、 COCORO COJP、こちらにですね、まあいろんな活動載ってますので、ぜひ一度手作りのホームページを覗いて見ていただければと思います。そしてですね、この番組ではお便りを募集しております。メールアドレスは 789@kfm789.co.jp、789@kfm789.co.jp、 または葛飾 FM のホームページのメッセージフォームからお送りください。次回の放送が、2018年の7月5日木曜日21時です。夜9時です。よろしくお願いいたします。そして、この回では JATsピックアップは CCB、 また懐かしいとこ来ましたね。そう、アルフィーサザンはまだ活動してますけど、チェッカーズ CCB はまあ解散してしまったということで、はい、取り上げたいと思います。で、JATsカウントダウンは1983年の7月をお送りいたします。で、放送終了後には、動画付きでですね YouTube の方にアップされますので、こちらもぜひご覧ください。で、先ほどお話をしたクロストークですね、須田戸田黒田のクロストークも今 YouTube に上がってますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。はい、そして、来週のこの時間はですね、あれ用意してたのにどっか行っちゃった、すみません。はい、来週のこの時間は水瀬彩子さんの音楽飛行をお送りいたします。というわけでですね、まあ次回 CCB アコギで何をやるのかというのですね、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた来月7月5日にお耳にかかりたいと思います。ダークロでした。バイバイ。この番組は有限会社秋企画がお送りしました。